この世で一番大事な金の話は日本の漫画家西原玲子による自伝エッセイ作品である。また本作をもとに山田優主演の連続テレビドラマが制作され、2010年7月から9月までテレビ朝日系で放送された。著者自身の反省とそれに基づく哲学をお金を軸に綴る。主に児童向け書籍を手掛ける出版社である。 理論者がサブカル文化人を主な筆者として中学生以上すべての人への人生入門として展開しているシリーズよりみちン背の内の一冊として刊行された以下の通りお金を軸に語られてゆく物語でありそれを考えると皮肉なことではあるが2010年10月に理論者が民事再生法の適用申請に追い込まれたことで 印税関係の支払いも不可能になり、作者の西原は本作の印税の内約2000万円を得ることができなくなってしまった。その後西原は印税が未払いになっている作品の在庫が無料で引き取れることを利用して、理論者にある本作の在庫5万冊を別の出版社に引き取らせて販売しようとし、一旦は理論者からストップがかけられるも最終的に在庫5万冊は 有名度より、この世で一番大事な金の話真相版として2011年5月に刊行された。2011年6月には文庫半本が角川書店の角川文庫から刊行された。また、理論者の寄り道パン。セシリーズを遺憾されたイーストプレスより同シリーズとして2012年に再版された。っのエリーこの世で一番大事な 金の話は、2010年7月9日から9月3日まで、ABC テレビ朝日の共同制作により、テレビ朝日系列で毎週金曜日21時21時54分に放送された連続テレビドラマ。主演は、山田優。当初全10話が予定されていたが、視聴率が振るわなかったため、全9話に変更された。山田優は、本作が連続ドラマ初主演となる。 西原自身の自身の思い出話がメインテーマの原作とは異なり、ドラマではフィクションとして時系列が一部変更され、人物設定も大幅に脚色されている。また、第5話以降は西原里子の壮絶な反省をドラマ化したとのアナウンスがより強調され、主な登場人物の名は各話の初登場シーンでクレジットされるようになった。 2011年2月2日に DVD ボックスが発売。キャッチコピーは不幸の分だけのし上がれ。ア原や週刊秘宝編集部大歌美術大学キャバクラ、フェニックスその他ゲストがけっぷちのエリーこの世で一番大事な金の話に関するカテゴリー。ありがとうございます。